したら G バイクやるぞ。これ、これ、ゴールドソーサーで一番人気なのはやっぱこれやんな。入ってた、入ってた。この絶妙にダサい VR ゴーグルみたいなやつ。仮想空間、え、仮想空間バーチャル、いやな、VR ゴーグルでええよな、これな。なんやろ、なんやろ、言葉にできないダサさがある、これ。ポート、あ、アクセル R2 か。R1 でガードか。あ、こんなんやったか。あ、どけ。なんかもう BGM がもう聞きたかったやつや。これ何撮れるんやんな。普通に一緒やな、容量リメイクの最後と。でなんか途中途中でポイントみたいなのがあるから、でここに7000って書いてるのは残り7000とか、多分そういう意味かな。L2 でドラフトも、あの僕レーシングゲームそこまで得意じゃないから。あとあいつは手榴弾投げようとしてるな。だから無視して、これはね、とりあえずこの攻撃をとりあえず当てて、しっかりちゃちゃっと倒してスコアをどれだけ稼げるか。できることなら、あの最高点取ってアイテム一発で取ってアイテム回収に勤しみたい。あれミスった。でアイテム回収さえできてしまえば、このスピード、あー範囲こんなもんやったか。そうかそうか、それなりにひどいもんで。わかる、ニトロブーストってなんか名前が悪いな。ニトロブーストって核ネオ物質あるこれ。どれぐらいブーストするかは気になんねんけど、こいつらがあまりにも前出た時に試してみるかと思って今試してみたけど、こんなもんか。それなりに追いつこう思ったら追いつけるようなスピード感ではあるから、これはニトロブーストってチャージ式かどっちなんや。チャージ式やんな絶対。あーあれ取りたかった G ってやつ、あんま意味わからんけど。あーちょっと待って、アイテムが全部スルーしてもうてんやけど、全然見てない。死んだ兵ばっか目にいて、あのアイテム通ってなかった。どけ。これはポイントになるんか。あー一応50ポイント取るから、やっぱ取るべきやなあれは。あーでも黄色いのも取りたかったけども無理でした。あーもう全然な、死んだ兵を倒すか、アイテムを取るか、これクソ判断迷うねんけど、一瞬の迷いが高得点を阻害するっていうのがなんとなく分かった。やってみて、ターゲットスコア2万5000、確か3万でとりあえずアイテムが手に入んねやんか。無理じゃね。スピンラッシュで、これは範囲は広いからいいとして、こいついきたいな。この黄色いのはなんだ、黄色いのは取らんでよさそうかな。なんだっけ、モーターボールか、モーターボールか、あいつは来へんのかな。もうちょっとでゴールやから、せめて2万5000は行きたいか。せめて2万5000は行きたいか。せめて2万5000は行きたい。行ってるわ。7万ちゃ、7万じゃない、3万いける。3万もしかしたらいける。あー無理や、切り足りひんかった。あかん、もう一回やらして、もう一回やらして、絶対3万いける。ランク S 絶対いける。またよ、あの黄色いのがニトロブースターっぽいな。オッケーオッケー、了解、分かった。もう要領分かった。これは取っていく、しっかり取っていく。あれを取っていかんことには、死んだ兵を倒そうが何しようが3万点には届かない。で後半の時はポイント高そうやから、後半の時は重点的に絶対倒していこう。一匹残らず、分かってこいや死んだ。いった、やっといった、よっしゃ。あーダメ、もう沼るこのゲーム。いける、いける。これハイスコア狙ってんだらもうしんどい、遊ばへん、もう遊ばへん、もうしばらく遊ばへん。疲れた。